さあ今回もフレンズということで、あれちょっと待ってね、あちょっと待ってね、ごめんなさいね。はい、あのフレンズ、レイチェル・ローズ・マーセルということで、今はね、1分38秒のところ、1分38秒のところで止まりましたので、今回は1分38秒のところから続きをやりますね。それではちょっと大きくしていってみます。はい、ちょっと待ってくださいね。Belgian waffle in the hall って言ってるのかな。この人がね言ったでしょ。この人がさっきね、あの Belgian waffle、ベルギーのワッフルがあって、それでベルギーのワッフルがあったんだけどもね、多分このちょっとはっきりと聞き取れなかったけど、前回の終わりでね、この人があの、There was a Belgian waffle、Did you take it? とかいうように言ったと思うんです、多分ね。あの、ベルギーのワッフルがあったんだけど、持って行ったのとか言ってね。いえ、そんなの、ノー、持って行ってませんよって言ったらしいんです。ほんで、その後、彼がね、彼女が、ね、Why was the Belgian waffle in the hall? なんでホールにね、ホールってここね。ホールって言えばいいのかな、ここ。あの、英語ではホールと言ってますが、まあ、廊下、日本語では廊下って言うかな。まあ、なんで廊下にね、あの、ベルギーのワッフルなんかがあったんですか、置いてたんですかということでね。Why was the Belgian waffle in the hall? もっぺん。Why did you leave your Belgian waffle in the hall? Why did you leave かな?Why did you leave the Belgian waffle in the hall? かな?ちょっと待ってね。I wasn't ready for... Thank you. Why did you leave your Belgian waffle in the hall? ちょっとはっきりと聞き取れませんが、多分ね、Why did you leave the Belgian waffle in the hall? って言ってたと思います。すなわち、あの、なんで、ベルギーのワッフルを、ホール、すなわち、廊下に置きっぱなしにしてたんですかということですね。で、この人が今度は I wasn't ready for it ね、まだその準備ができていなかった、すなわち食べる、まだ食べる気には なってなかった、まだ食べる時間じゃなかったんだというかね、後で食べようと思って置いてたんだよというような感じでしょうね、I wasn't ready for it。 ほんで、The monkey. Have you seen a monkey? Saw a Regis filming once.待てよ。なんか、何?この人がさっきね、聞きましたでしょ?何?話を元に戻そうとして。あの、猿のことなんだけど、猿見ました?とかね。ほんで、この人が、昔映画の中で見たよとか言うね、とんでもないこと言ってるんですね。ちょっと待ってね、もう一遍。A monkey saw a Regis filming once. Saw a Regis filming once? っていうふうに言ってるような気がする。でもね、ちょっとこれ、はっきりと聞き取れないですよね。Saw a Regis filming once? って言ってるような気がするんですけども、正確には何て言ってるんでしょう。わかりません。フィルムということは言ってるんでしょうね。やっぱり映画の中で見ましたよとかね。映画か、あるいはまあ、なんていうの、ルポルタージュか何か知りませんけども、そういうもので見ましたよと、昔見ましたよというふうに言ってるんですよね。多分。Thank you, Mr. Waffle. You're my waffle. これはわからない。なんでかかんとかワッフルって言ってますね。また例のあのベルギーのワッフルにこだわってるんですよね。
で、これもちょっと悪いけど、僕は聞き取れません。ちょっと待ってね。わからんな。ワッフルしか聞き取れません。ごめんなさいね。で、なんとかプーチ、マンキー、ホワイトフェイスって言ってますね。で、プーチって何かな？プーチって何だろう？ちょっと待ってね。この辞書でわかるかな？プーチ。あ、ドーグか。うん、ここ書いてありますね。ちょっと見えん、あれ？ちょっと、あのね。ちょっと待って。あ、ごめんなさい。あ、ここら辺ね。ここら辺にプーチっていう単語がある。ここら辺にプーチっていう単語があるんですね。で、アドーグって書いてあるでしょ。ね。インフォーマル、アドーグ。プーチっていうのはドーグのことだって書いてありますね。だから、ワンちゃんっていうか、犬、ワンちゃんとかね。そんな感じでしょうね。プーチ。で、A black pooching monkey. え、待てよ。Face. Okay. He's a black pooching monkey with a white face. A black pooching monkey って言ってる気がしますね。これはわかりません。A black pooching monkey. もしかしたら、あの、犬みたいな猿って言ってるのかもしれませんね。あ、黒い犬みたいな猿って言ってるのかもしれません。Black pooching monkey, pooching monkey のようにも聞こえます。もしかしたら、プーチングしているモンキー。わかりません。ごめんなさいね。これはちょっとじっくり調べたらまたわかるかもしれませんけど、ここではこだわらないかと思います。A black pooching monkey with a black face, それで、何黒い顔しててというように言ってますね。だから電話で、まあ、あちこちに探りを入れてるというかね、いろんな人に尋ねてるんですね。見ましたとか言ってね。ほんで、ロスが帰ってきたから、ああ、大変だということでね。猿を取り逃がしちゃった、猿を逃がしてしまった、うっかり逃がしてしまったということを知られたくないから、全然話を変えるんですよね、こうやって。With the Russian dressing? Russian dressing. ロシアのドレッシングをかけてとか言ってますね。ドレッシングっていうのはここではドレッシングでしょうね。あの例の。で、ピクルスね。ちょっと待ってね。With Russian dressing and pickles on the side ね。だから、ロシア風のドレッシングをかけて、それで、ロシア風というか、ロシアンドレッシングって日本語でもなってるのかもしれませんが、ともかくロシアのドレッシングをかけて、それから、傍らに、服飾としてというか、傍らに、ピクルスね、例のピクルスね、漬物みたいなやつ。ピクルスをつけてくださいとか言ってね、なんかまるでこれ、さっきまでと話が全然違いますね。さっきまではちょっとうちのね猿見かけました見かけませんでしたというような電話をかけてたはずなのに、ロスがかかってきたから、いや、じゃあロシアのドレッシングとピクルスをかけたものをじゃあ注文しますとか言って、まるで注文の電話をかけてるかのようなふりをしてるわけですね。それでロスをまあ騙してるというかね、ちょっとロスに気づかれたくないんですよね、怖いから。How did it go today? どうだった今日はということですよね。How did it go today? それはどのように今日行ったかというふうに直訳したらな、それ。だから今日はどうだった、どんな一日、いい一日だったかいとかいうような感じですよね。Great って言ってましたよね。よかったよ。Great.
great、いい、really great、うん、いい、いい一日だったわって書いてね。Is that wine? Is that wine? もしかしてこれそれ、ワイン？ Yeah. You want some? You want some? あの、そうそう、ワインだよ。ちょっと飲むとか言ってね。You want some?Oh, I would love some って言ってますね。I would love some ね。あの、I would love to have some でもいいし、I would love some って言ってますね。I want some wine の代わりに I want some と言ってもいいし、で、I would love some と言ってもいいわけですよね。ああ、ぜひ、ちょっと飲みたいわとか言ってもらいますね。で、But you know what?But you know what? あのねっていうことでね。ちょっと待ってね。これなんとかかんとか here? You know what? You know what? なんとかかんとか here? あのここに、ここにずっといるんじゃなくて、ちょっと、別のところに、例えばニューヨークのところ、ニューヨークまで行かないとか言うようなね。ニューヨークじゃないですよ。ニューヨーク。ニューワークという地名ありますよね、どこかよく知りませんけど、ニューワークというのはニュー N-E-W-A-R-K というのはニューワークというところがありますよね。そこまで行かないとかいうような話をしてますよね。で、ちょっと待ってね。ちょっとここが聞き取れないですよ。なんとかかんとか here って言ってるんですが、なんとかかんとかの部分が聞き取れません。ごめんなさい。これは飛ばしますね。で、I feel kind of crazy. I feel kind of crazy ですよね。I feel kind of crazy. I feel kind of crazy ですよね。Kind of はもちろん somewhat というか a little ということですよね。だからちょっとばかりなんかちょっとこう、ハメを外したいという気分なのよというような感じだと思いますね。I feel kind of crazy. だから落ち着いてしっとり、落ち着いて、まあ、ワイン飲みながら食事をするという気分じゃなくって、なんかこう、ブワッとね、あの派手に遊びたいというそういう気分という意味でしょうね。I feel kind of crazy というのはそういう感じでしょうね。ブワッと体を動かして、ブワッとあのなんか外の空気に当たって、ね、ちょっとハメを外したいというような気分なんでしょうね。I feel kind of crazy というのはね。で、You wanna go to New York? もう一遍。I go to Newark? You wanna go to Great Newark? You wanna go to Newark? って言ってますね。で、これはニューヨークじゃないですからね。Newark、Newark。We can do that.、we can do that. って、あのじゃあ、そうしてもいいよとか、そんな感じですね。で、Okay. Yeah, well, we can do that. But before we head off to the murder capital of the Northeast,、we can do that. But、before we can, なんとかかんとか Northeast, ちょっと待ってね。We can do that. But before we head off to the murder capital of the Northeast.Murder cap, あるいは murder tap、Before we head off to the murder cap、in the northeast だったっけ？ちょっと待ってね。Okay, yeah, well, we can do that, but before we head off to the murder capital of the northeast. Murder tap か、murder tap か、murder camp か、murder tap かな。Before we head off to the murder tap.In the northeast って言ってるような気がしますね。これがね、ちょっとよくわからないんです、僕。ニューアークって、もしかして、murder tab。murder camp なのか、murder tab なのか知りませんが、なんかとんでもない、あの、変なところなのかもしれませんね。murder、なんか murder っていうのは、なんか、殺人ですからね、一応文字通りの意味は。だから、なんかちょっと大変なところなのかもしれません、そのニューアークのね、ちょっとそういう大変なところに行く前にっ
ていう意味ね。But before we head off to the murder capital of the Northeast. Northeast はもちろんあのあれですね。あのアメリカの北東部のあの Northeast。Northeast っていうのはもしかしてマンハッタンの、北東部のことなのか、ニューヨーク州の北東部のことなのか、ちょっと僕よくわかりません。ニューヨークの人にとってニューノースイーストといえばここだっていうのはあの特定されるんでしょうけどね、それについて詳しくは知りません。ともかく北東部のその地域に行く前にというような、あらかたの意味はそういうような意味ですよね。で I was kind of wanted to run something by you. You know how we were head off to the murder capital of the Northeast? I was kind of wanted to run something by youI was kind of wanting to buy something for you って言ってるのかな。つまりね。I was kind of wanted to run something by you. Something by you? Something by you. I was kind of wanting something by you.いやちょっとねあのそれもやってもいい、それしてもいいんだけども、それそこ行く前にね、あの君のそばで何かしたかったんだ、なんかちょっとばかり、したいことがあったんだというような意味のことを言ってると思うんですよね。 by you の by you というのは beside you、 すなわち君のそばでという意味だと思うんですよね。I was kind of wanting something by you って言ってるような気がします。 I was kind of wanted to run something by you もう一遍、ちょっと待ってね。I was kind of wanting something by you ね、君のそばで何かちょっとばかりしたいことがあったんだ、したいことがあったんだとね。で You know how we were, you know, talking before? You know I was talking ちょっと待って About something by you. You know how we were, you know, talking before about theRelationships and stuff. Well, we were talking about the relationships and stuff って言ってますよね。だから以前ね、あのちょっとお付き合いとかそういうようなことについて話してただろうというような感じね。だからちょっとあのだいぶ前、ちょっとしばらく前にね、このロースがリッチのことを昔から好きだったんだって言ってるんですよね。で、よかったらデートしてくれないって言ってね、で、いっぺん言ったことあるんです。ほんでね、何、またデートに誘ってもいいだろうかって、まあ、別にいいわよとか言うよね、というようなことを言って、じゃあまた誘ってみるかもしれないよとか言ってたんですよね。だからそれに思わすようなことをお互い言ってたんですよ。だから今ちょっと話を切り出してるんですね。ちょっと付き合いとかそういうようなことね、お付き合いしたいというようなことを言おうと思って。Well, oh God, Ross, I cannot do this. Okay, quick and fast. Talking before about the relationships and stuff. Well.You know how we were, you know, talking before about the relationships and stuff? Well... You know how we were talking about how... Mateo? You know how we were talking about the relationships and stuff? ね、ほんで? Oh God, Ross, I cannot do this! Oh God, Ross, I cannot do this! ね、もうこれ、できないわ、というふうに言ってるんですよね。こんなことやってられないわというようになかなか言ったんですけども、この I cannot do this をロースはこれね、お付き合いなんてやっぱりできないというふうに理解しちゃったんですよね。
だから、あ、わかった。でね、すぐ諦めちゃう。ところが、こっちの I cannot do this っていうのは、これ、実はこの人は違う意味で言ってるらしいんですよね。あの、あなたの 大事なマルセルをね、逃がしちゃったから、あの、ちょっと、何こんな落ち着いて悪いなんか飲んでられないという意味で I cannot do this って言ったんですよね。Hey, quick and painful. で、なんかこれはちょっともうこれも聞き取れません。ごめんなさい。Okay, quick and painful. これはね、あの、なんかこのコルクをね、じゃあ元に戻すというような意味のことを言ってるような気がするんですが、ただ、あの、正確なことは何言ってるか聞き取れません。申し訳ないけど。うん、わかりません、これ。これは飛ばしますね。で、元に戻しましたよね。Oh God, oh Ross, please don't hate me. Please don't hate me. 私のことを嫌いにならないでね。とかね。悪く思わないでね。とか。なんか、そんな感じでしょうね。で、oh, what? You know Marcel. You know Marcel. あの例の、あの、マルセルのことだけど、ね、このロスの大事にしてるその猿のことだけどっていうことね、マーセル、マーセル。それマーセルっていうのはね、あのマーセル、あのフランス語ではマーセルっていう、ね、マーセルっていう人の名前ですよね。例えばマーセル・プーストマルセル・プーストですね、マーセル・プーストあの有名なあの何だったっけあれ、終わりのない、まだ、à la recherche du temps perdu、失われた時を求めてっていう日本語タイトルではそうなってますね。フランス語では à la recherche du temps perdu って言うんですが、その長い長い4000ページぐらいの長い小説を書いた有名なマーセル・プーストマーセルと言いますね、あれね、フランス人です。それからもう一人マーセル・パニョマーセル・パニョっていう作家もいますけども、フランス人。やっぱりね、マーセルっていうのはフランス人とか、あ、その他こうそれによく似た国、ドイツもあるそうですけども、まあ、ヨーロッパの一部の国々にあって、あるあの名前だそうですからね、まあ、フランスに多いみたいです。で、まあ、ともかく、まあ、英語でもなんかマーセルとか言ってますけども、なんとなくあの英語っぽい名前ではないですね、ちょっと。どっちかというと、フランスとかその他のね、別の国の人の名前って感じがしますね。まあ、それはどうでもいいかもしれませんけど。Well, I kind of lost him. I kind of lost him. ね。I lost him と言っちゃえばいいのに、I kind of lost him と言ってますね。だから、日本語でもね、ちょっと、マルセルに逃げられてしまったのとかね、あの猿に逃げられてしまったのっていう具合に言わないで、逃げられてしまったみたいという具合に、日本語でもちょっとみたいという言葉でごまかしますよね。あなたの大事にしてるあの例の本ね、ちょっとなくしてしまったみたい、実際なくしてしまったという具合にはっきり言わないでね、なくしてしまったみたいって言って、日本人もやっぱりごまかしてしまいますよね。ちょうど同じようにこの人たちもやっぱり英語でもね、 I lost him と言わないで I kind of lost him ってやっぱりちょっとこういう時言いにくいからごまかしてしまうんですよね。だからちょうど日本語の何々してしまったみたいに近いと思うんですよね、この I kind of 何々は、kind ね、それ、どっちのはっきりと言わないでちょっとごまかしたいときに言う言葉、あるいはちょっと和らげてね、ちょっと相手に与えるショックをちょっと和らげたり、まあ、する、和らげるための言葉ですよね。 I kind of lost him、 一応意訳すると、あくまでも意訳ですよ、意訳ですけども、あの猿ね、
に逃げられてしまったみたいとかいうふうに言ってるんですよね。でその後でこういうふうに口論してるんですよね。でこれ猿ね、猿がここに、猿が実はここにいた、うん、ここにいたんですね、ここにね、ここにいたんですよ。だから後ですぐに見つかるんでしょうね、これね。ちょっとこれ見てないんですけどね、見てないというかこの3分半のあのビデオしか見てないですからね、ちょっと詳しくは知らないんですけどね。まあというわけでこういうような話です。これで終わりですね。というわけで、今回は3分半ぐらいのビデオでした。終わりです。